どうしたらいいと？どうすどん？おうちです。はい、というわけでですね、はい、季節は夏ということで、まあ、何かと男だったら、まあ、匂いが気になってくる時期だと思うんですけれども、はい、そんな時に使うのがファブリーズだと思うんですよ。除菌もできていい匂いがするっていうね、はい、結構いいアイテムだと思うんですけれども、はい、香りがいろいろあるんですよ。キトラスとか、はい、オレンジとか、はい、横に太陽って書いてあって、太陽ってなったんですよ。何それ。そう、ファブリーズって嗅いだことないような匂いの商品がいっぱいあるんですよ。でもその商品名がついてるということはもうその香りということで、まあ、僕ら消費者はちゃんと香りを理解して買わないといけないということで、今回やっていくことはこのファブリーズの匂い何の匂いでしょう。はい、というわけで5種類のファブリーズを買ってきましたので、その匂いを当ててもらおうという感じでございます。で、まあこの企画の発案者はカイトということで、今回はカイトに買ってきてもらったんで、回答者はこっち3人でやっていきたいと思います。はいはい。というわけで今回はこのファブリーズの匂い何の匂いでしょうです。やっていきましょう。はい、はい、背中にグリスなんずっと説明中。こちらですね、1問目ここに一応書いてあるんですけどね。いきます。出ない。お、出た出た出た。めっちゃかかってんね。え、嘘でしょ。匂いの感想としてはなんかクリスマスシーズンに嗅ぐ匂いがした俺は。だからね、香水に近い。そう、ああまあそれはわかる。消毒液みたいな匂いしたね。それはイカれてるよ。のせ木木あ、そういう感じ。ああ、もちフレッシュミント。ああ、春樹。これシトラスです。でも要はあれでしょ、なんかその森林みたいな感じ。そう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 、森の香りとかあるもんね。そうそうそう、木々。答えはですね、こちらになるんですけれども、はい、フレッシュライムの香り。おーすごい、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 すごい。 0.5 一番近かった人にしない。あ、いいよ、そうしようか。一番近かった人にするか。じゃあ1点。やった。2問目こちらですね。こんな新しいやつですね。いきますよ。お、来た。おー、冷った。うわあ、なんだこれ。目開けてもいいですか。はい、開けて大丈夫です。こっちの方がね、多分ね、知ってるかな。ヒントないですか。ヒントはピンクの入れ物です。おお、これ結構いいヒントじゃない。いいですか。はい、はるき。ディープピーチソープ。ピーチか。深いもち。ソフトピンクシトラス。おお、あー、これがシトラスパターンね。そしてローズハピネスフレグラン。うわフレグランスすげえな。ローズやばい。答えはですね、こちらになります。アンティクローズ&フローラルの香りです。おー、ローズ。でもローズ、あー、そうですね。まあ一番近いって言われると、アンティクローズは誰も近くないんで、フローラルですね。え、フローラルのフローラルの近さがどこにあるかって言われる。いや、違えだ、ローズなら買ってね。あ、アンティクローズあった、まあ、そうだ、ローズだ。パッケージバラじゃねえかよ。ローズって書いてあったわ、ごめんなさい。のせ1点。イエーイ。それは文句なしだな。はい、次3問目ですね。珍しいですね。珍しい。何でやったら面白いです。うわ、なんだこれ。風船みたいな匂いですね。わかるわかる。わかった、俺わかった。俺もわかったってことは、そろそろ来る。あっ、あっ。何やの、これ。もっち。ナチュラル&ミント。のせ。シトラス&ミント。一番自信のありそうな、ハルキ。ハーブ&ミント。ハーブかー。もう全員なんちゃら&ミントが揃うっていうね。うん、そうね、ミントだな、あれは。これはミントだよな。答えはですね、こちらです。ミントリーフ&ジュニパーベリー。やばいな。ジュニパーベリーだもん。けど俺がちょっと思ったのは、こいつね、ナチョリスなんだよ。ナチュラルちょっとよくね。ナチョリス。ナチョリス。いやー、全然ダメ。わー、こちらですね。ここです。なんかを感じてるだけだったよ。1個目と一緒やん、匂い。俺は勝ったぞ。マジで。その名前的にお前には出てほしい名前がいっぱい入ってる。来た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 。じゃあ、ハルキ。ハピネスサニー。はい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 。なんで、なんで俺、なんでハルキっぽいのかなっていうのがそれ思ったんだよ。なんか、サニーってない俺。
モッチ。ブルースカイウォーター。おー、そっちかー。のせ。ブルーストラス。あー、みんなシトラス好きですね。答えはこちらになります。クールアクアの香り。おー、あー、ニュアンスも1点。やったー、1点。最終問題はこちらです。まあ結構見ることには見るかなっていう。うわぁ、臭んない。これ無理俺。だから臭い。マッチの腕がビシュビシュなんだよな。もう全く分からない、ほんとにね。全く分かんないよね。目開けてどうぞ。手がやばい、ビシュビシュだからもう。これを臭いって言っちゃうと、あるその一つのことをこなしてる意味がなくなる。は？もうそれ以上は言わない。え？こなすって言う。あー、はいはい、何？はいはい、何でもないです。はい、もうなしです。自信のほどはあります。あります。お、あれれ、お鼻ついてるかな。まずはもち。自然の香り。かすか。いや、本当にわかんない。じゃあ、のせ。こなすというヒントだけでいきました。はい、達成感です。達成感の香りです。はるきくん、これで決まってんだろ。お風呂です。あー、最初俺石鹸かと思ったんですけど、こなすって言われたんで、いや風呂だろうと思いまして。こなす、どういうことだよ。いいですか。はい、はい、最終問題の答えは、はい、洗いたてを洗濯の香り。うーわー、こっちか。惜しい。惜しくねえ。